信長殿のご子息がおられて、え、信勝殿や今、いやいやいや、当初当初、いたよバカなですなあ、バカって言うなよ。自分の子はいいけどな。わしの子、信康は滅法、賢い、賢いです。けど、徳姫によるあれですな、あの五徳姫、あ、そう、はい、信長殿の長女とわしの長男が結婚したのじゃな、はい、けど信長殿のご長女の姫はあのお市の方に似たような綺麗よ、非常に美しく、そしてだからその心気高いところが、あ、そうそうそう、あの家康というか徳川家にはいい地を与えたと思ってるけどね、わしは。いや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 、その地一切残っとらんです信康死に申した残念、断絶です。誰が、いや、信長殿がまああれは仕方がない、仕方ないんだよ、あれは信長殿のせいではござらん。もうだ、ああ命を落としたのはそのもののせいじゃないな、ですな、戦国時代に限ってはな、確かに時代の流れというものがそうさせた、そういった感が強いですの。さよ、じゃあ、うん、まあしかしながら正月か、正月ですな、まだまだ南々も正月気分かの、せち料理も食って。信長殿は400年前どのように過ごされておりました。だからずっとあそこの上の方にいたよ。あ、みんなが一生懸命階段登ってきてな、あの金ピカのあの天使の頂上に座って南南がまあ一人ずつ挨拶しに来るんだけども、そういった流れでこうコンペイトをちょっとずつ渡してね、時に上から放り投げて誠ですか、嘘じゃん。わしの頃は信長殿とほぼ同じで、まあわしの場合は天守ではないですけど待つんですよ、うん、しかしこの役職が征夷大将軍であるがゆえに、この御簾の向こう側にわし座るんですが、それで御簾のあちら側に大名が集うって挨拶しに来る、それがもう3日かかるんです。そう長いんだよな、もうだってもう年賀状よね、おお、めんどくさいもん。あ、じゃあいいんだよ、まあ新年の挨拶はいいよ、ほう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 、100歩譲って、うん、年末の挨拶もういらんやん、そしたらすぐです、1週間の間にな、まあ、あったあったあったよってね、いや、しかしながら、その9年の間のすべてひっくるめて、そして新年をひっくるめてであるかに、まあ別という形でお頼み申す。いや、だからまああれじゃろ、今現世で言うと忘年会なのものがあるんじゃろ。忘年会っていうのは、まあそういったその年末の挨拶をこう、人をまとめにしようまいというのところで、そういうことですな、な、うん、あの、あれするんじゃろ。で、新年会もそういうことじゃろ、似たような形で。じゃあ新年会と年賀状を送った日には、まあ、ちょっと2回も挨拶してももうたっていうことになるじゃろ、年賀状にも書きましたがと言いながら申すわけですな。昨年もお世話になり申したって、昨年もお世話になっとったらむしろ謝れって感じで、あ、まあ確かにごめんなさいって言うな、世話したな、さようさよう、そうですか、あ、まあわしもそのような気分はあります、っていうような、こうなんか、いや、いいことなんじゃ、年賀状とかな、その新年会、忘年会とかな、人々とこで会ってちいとばあさんにこう挨拶を、儀をな、こう持つっていうことはいいことだとわしは思うんだけども、その中にちょっとこう、わしみたいなひねくれたやつはいや、しかしながら信長殿のような考えを持った、あ、まあ、御仁が現れて少しずつ形は変わってくるであると思います。例えば将軍のわしの場合は3日間全部挨拶を済ませよって、ああ、ね、2代目3代目からは御簾の向こう側で、まあ、いるかおらんかわからん状態を作り、なんと4代目あたりからは寝とったり、実際に将軍が中におらんのにははーじゃん、なので3日間のうち数時間だけ
そこに実際におった。いや、ほんとそうよ。だってわしなんてだって石だよ、誕生日会は。ああ、確かに。石をな、こう、地方に送って、わしだと思って石に向かって、あの、誕生日会をせよ、生誕日の会をせよって言ってぐらいなんだから。うん。あ？だからもう、むちゃくちゃよ。確かにそうですな。だから、あの、逆の立場からしたらすげえめんどくさいと思うよ。確かに。あいつ、おんのかよ。おい。たまにその、おるかおらんかわからん、この命かけて、バーカって言ってる。もしかしたらあるやもん、ね、スッと上がる。スバーン。まあ、新年早々。あるやもしれん。あるやもしれんですな。まあでも、あの、なんじゃろうな。この、契約というか、こう、簡単にな、その物事を済ますっていうのも良しだし、ただそこに心が入るか入らんかでやっぱりなかなか違う感じもするし、簡略かな、簡略化することもしっかりだし、しかしわしが思うのはこのあれだろ、からくり機のこの何電子メールなるもの、やぶみ、あ、信長殿の印象でこういう変に飛ぶというそう、このこういう屋敷からこうやって飛んでここのからくり機に届くみたいな印象だろ。ああ、なるほど。違うらしいですと。え？一旦ここに集約され、ここからこう行くらしいです。だって直接行くわけではなく、すべてが一旦集約されて飛ばされるらしい。どこに？そういうすごくなんじゃ、郵便局みたいなのがあるの。空の上に。電子信号なるものを送っとるがゆえに電子信号を受け止める、例えば電波塔のようなものはその受け止める、受け止める、そんな上っ面のでかいやつかすごいな。え、じゃあ電子信号で動画やその静止画も電子信号なの。あれ電子信号ですな。だって基本的にはこの0と、すごっ、0と1だけの情報で伝わるんではないですか。その組み合わせに、膨大な0と1の組み合わせにより全てが表現されておるだけで、この受け止める側はあの01001010101001010っていうのを受け止めて、それで10010101010101を飛ばして行ったりするんではないですか。例えばまあ一つのこのコンピューターなる電脳版の話でいうと、全てが0と1だけで表現する。じゃあ0と1は何、赤、黄色とか、まあ例えばあこちらかこちらかの違いをその0と1で表しとるだけです。それのこの膨大な量により色や動きや全てを、すごいな、知っとんのみんな、その0、そういうことじゃろ。要は私は常にここの上にな、こう、いろんなヤブミが飛んでおるっていう膨大の、それがもし本当に水として見えてみ、すごいよ、もう太陽光なんか全く当たらない、すごい量飛んでんだよ、これここに今飛んでる、ほらほら、すごい、ほらっていうことじゃん。そういうことです。しかし、このもしそういった電波やなんかを可視化するとどうなるかという今アプリケーションなるもの開発中らしいですよ。え、どういうこと、どういうこと、もうちょっと本当に詳しく教えてアプリケーションなるものは短くするとアプリと呼ばれるこの電脳からくりのこの主たちが持ってるこの携帯版のものがあるじゃろ、からくり機、それにて使えるものですが、それをもし可視化したらものすごい市場になるのではというふうに考えられており、例えばもし、Wi-Fi なるものを聞いたことがありますけど、勉強しましたな我ら、あのミラノにて Wi-Fi がどうとか、なんかすげえな、すごいですな、あれ線つながってないのになんでわかるの。あれは私の情報全部もダダ漏れじゃない、はい、例えば印象の中だと Wi-Fi がこうつながるようなこう感覚のラジではないですか。違うんですわ、要はこの1円ですな、ここに入ってくるとWi-Fi がつながると、なのでこの中入ってくるとつながる、故にこの球体に包まれとる感じなんです、すべてが。なので上下も横も大体同じこの球に入ると Wi-Fi がつながる、出るとつながらん、大体こういう考えらしいんです。故にこの球の中に
履いとるとできる。外にバブルサッカーみたいな。あバブルサッカーすごちゃーですよ。だから私の Wi-Fi とわしの Wi-Fi が重なればドーンってなります。 Wi-Fi と Wi-Fi が喧嘩するということならんです。なんでわしがバブルサッカーをしとるかというとな、今月末にな、家臣団イベントのな、あの大運動会って我々10名おるんだけど、その者たちが分裂2チームに分かれて分裂の中でバブルサッカーをしなければいけないということ。うん、さようさよう。必死にわしはバブルサッカーについて調べておるんだけど、そういうことじゃん、バブルサッカー。そういうことですな。ゆえに印象変わらんか、あの人たちも。そう、もしこのこういうものが囲ったなぜ。じゃあ強い Wi-Fi はめちゃくちゃでかいっていうこと。そういうことですな。そういうこと。そういうことじゃろ。そういうことですな。結構どこに行っても結構つながるような Wi-Fi っていうのは、ここのこれが大きいというような意味合い。ポケット Wi-Fi っていうのは結構ちょっと小さめかも分からないです。小さめっていうのはその芸受けたと思います。 Wi-Fi のポケットの大きさっていうことなんではないですか、いるに。ああ、そういうことか。物が大丈夫か。大丈夫。パッ大丈夫。パッ一人です。一人です。でもまあ、いや、まあわしはもういいや、飛んどるって分かる、あの、もう。あ、だって、その方が、その方が夢あるじゃろ。あ、どういう風じゃったかな、こう、何かを飛ばすときにこう飛ばすと思いきや、だってこの一円がパーッとこう飛ぶような印象ですから。何か、誰、わし、わし、何かを、信長殿がやぶみをからくりにて送信をすると、こう何か線のようなのが飛んでいくわけではなく、その、あの、バブルサッカーなる、あの、あれが一瞬広がって、それでそのどこかに引っかかって、それがこう送られるというっていうのがっていうことを説明したかったんです。わしはそういう風に説明されて、あ、なるほどと。そうでなければ、こっちもし飛ばしたとしたら、向こうにあるとしたら捕まらんではないですか。なぜどこ、地球丸いから。一周して、しかしながらこう飛ぶものはもう空の彼方です。いや、でもそうやったら重力、重力いくと。そうかもしれないですか。そう、確かに。だからか、時々あの、あれだろ、やぶみが遅かったりするときあるじゃろ、不具合によって。それはちょっと逆の方向に飛ばして、逆の方向にぐるっと戻ってきたんだよ。私はそうやって戦国時代からずっと思ってる。ああ、なるほど。やぶみがな、だからそのやぶみ飛ばせというふうに言うじゃろ、異国でもいいじゃないな、あの飛ばせと、あの宣教師に言うじゃろ。その時に出る方向を間違えて、まあ昔は船乗ったりとかしてな、向こう行っとったけども、出る方向を間違えたらえらい時間かかってしまうじゃろ、向こうまで行くの。確かにな。だから、おっせえなっていう時は、あいつ逆行ったんじゃなと思って。いや、我らの頃逆行ったら年かかりますよ。だから、そうだって。だからもうこいつ死んだんだなって思って。信長殿待ってください。でも待って、でも、わし、昔は二人に使いを頼み、分かんない場合は二手に分かれて、こうどっちかが死ぬっていう。え、どういうことですか。だから、木の元から矢踏みを飛ばすじゃろ、で、どっちに、北か南どっちに行けばいいのかというふうに思うじゃろ。この国に行くためには、まだそんな、あの、発展もしてないからな。そういう場合は、とりあえず逆の方に行けと。二便出して。で、その何年もかかるから、どっちか失敗したり、死ぬじゃろ。で、こっちは、行き着くじゃろ。っていうことを常に。二便出して。そもそもお主もよく聞きなよ。やぶみはおそらくもうこの見えてる範囲ぐらいしか届かんですよ。やぶみはね、やぶみはふみいいじゃない。なんでそこお前重箱の隅を違うふみ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 ほどやぶみ反対方向に飛ばしても大体同じところスコート落ちるじゃない。分かっとるわ。あふみ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 あふみふみをそこから引っかかってたのお前。ものすごく引っかかってたのやぶみ
あ、で、あるがゆえに最高にた時にもしも、もしもでは、この星が地球と呼ばれ丸いといたします。信長殿がここにいた おらっしゃって、はい、それでもしこのヤブミが届くはずの場所がここにあるといたします。ああ、で信長殿が反対方向に飛ばしたらこう飛ばすことになって、違う、そう飛ばさない、あ、必ずこちらが、あー、なるほど、必ずどちらかは、こちらはもう多分分かり申した、今ようやく分かり申した。だお前はヤブミに引っかかってたから、そういうところにダメなんだな。さようですな。最初から引っかかると思う、全然ヤブミだ。いやいや、分かりました。では、目的地は分かるっていうことですな。あえて反対方向からも攻めさせる。こういうことはないんですか。どういうこと。例えば、まあ、長くなるとお腹空いたんじゃないですか。あ、では目的地がここだった場合は同時についてたらどうなるんですか。信長殿の同時についたら、ああなるほど、両方。でもそんなことはない、潮の流れがあるから。もういいんだよ、わしも、まあ、もうあの終着地点がよくわからなくて、まあ確かに、あのこのまま話すと、あのわしを初めて見た者たちはこのバカ何もしゃべらない。いや、しかしなんか発想が新しいということですな。いや、そうそうそう、全てのことに対して違う発想を持っとかないと、確かにな、当たり前のことを当たり前だと思いたくない。違う発想も必ずある、ね、うん、だから本当にお主ら面白いふわって発想をいろいろやってると、わしなんか街歩いたら空見た時に、うわすげえ踏み届いとんなーってよく思うから、ね、もう、あとカラクリ機のあの何、例えばこたび紅白歌合戦とかなるものもあるもんな。これは何を使うん、小林幸子小林幸子殿掴めるんではないかと思うぐらいこう鮮明ではないか。あの聞くところによると小林幸子殿がで、だからこう例えばこうやってこういったら私もこう小林幸子みたいな、あるやも知れないとかな。うん、ですな。いや、もしかしたらゆくゆくそうなるかもしれない。うん、こんだけだって戦国時代からこんだけ便利になっとるじゃん。そうですか。ショイモンはどう思うのじゃ。でも私はその現世でそのこれから出てくるものがおると聞いておりまする。あー、貞子。でもすでにあるようだ。わしすごくうまいよあれ。わしの曲げ全部取って活用いたして、そう、あの白装束に着替えて寝る瞬間とかはザバッてやれば、すごいうまい。でも時々ヒゲ生えとるから余計怖いと思う。サダオですな。安倍サダオ。それは俳優とそんなことはどうでもいいや、もう腹減ったよ。帰りますか。帰ろう帰ろう。なんでこんな長いしなかったんだ。私すぐ帰ろうと思っとったんじゃん。確かに。なあ。まあさあさあ、ではこの後な2時半より我々名古屋おもてなし部招待が、この場所に行って演舞を取り行う家にぜひともな時許す者は、我々の真面目な姿をぜひとも見てもらいたいとな、後半は、まあ、演目も少し入れてみようかなと思うとる家にぜひとも、そちらの方を見てもらいたいということでな。さあ、こたびはありがとうさんじゃった。またごきげんよう、さらばじゃ。ありがとうございました。